はい、パラグアイの国旗がさよならと言わんばかり揺れ僕が送り出してくれるようなことを感じながらこれからブラジルへ向かいます毎日映画チャンネルへようこそもうええー、年した大人がこれ言うの恥ずかしいんやけど <laughs>、えー、ちょっと皆さんにご報告がありますこの動画の目的地ブラジルのサンレオポルトという場所で14歳の頃から海外を回り始めてからこれまで一度も経験してこなかった、えー、食中毒になってしまいましたコングチュレーション でまあ、これまで散々選手仲間から人間離れ扱いされてきて、今までそれなりに貫き通してきたけど、えー、ここに来て一番人間味のある食べ物で体調を崩すというね、俺もただの人間ったわけや。まあ、ただ持ち前の回復力で1日半で回復はさせたんで、そこは良かったけど、ただ初日の夜は命の危険感じましたよ。なんか寝るとき地球の重力が倍に感じて、 あの時の感覚は、まあ、言葉でうまく伝えれないんですけど、まあ、とりあえず、僕は死にません。でも、おふざけなしで、本当に、一1日半、ご飯全く食べれずで、ドリンクだけの生活だったので、本当に今後もっと体調管理には気を使っていかないといけないなという、いい教訓になりました。こちら、ブラジルのサンレオポルトという場所の会場です。センターコートになっております。会場の雰囲気は結構綺麗ですね。 綺麗なんですけどこう木に囲まれててなんか森林地帯みたいな感じなんでこう日が沈むごとになんかコート上で影ができてボールが見えなくなってきたりするんで、まあ、そういうとこにちょっとこうアジャストするのが大変な感じですあまだしんどい南米のチャレンジャーって会場のレストランが充実しててバーみたいなのが必ずあるしお酒を楽しみながらテニス観戦ができるのでテニスファンの方がめちゃくちゃ盛り上げてくれます 前動画前動画動画の切り替わりが突然過ぎて申し訳ないですまあここもね改善点の一つなんで改めていこうかなと思いますいもうさこんなとこにゴミ捨てんなよ豊かなちづくりはな市民一人一人の協力に成り立つねんあ,あそこにもあるわじゃあ俺が捨てとこうかちゃんとって思ったけど人によってはなんか動画内だから捨てたんでしょうとか偽善者とか言ってくるんでやめときます この動画切ったた後にちゃんとと捨てときましたこれちなみにホテルの周りを散歩してるんですけど雰囲気は結構なんかどんよりしてて一人で歩くのは若干怖いしまあせっかくこういう国に来てるからこそ世界遺産や秘境の地とかこの国ならではの象徴であるものとか映してみたいんですけど、えー、試合で来てるのでなかなか難しいんですよね。 なんで、なんか僕にできそうな会えそうな企画があれば皆さんアドバイスお願いしますいや夜怖すぎんねんけどこの雰囲気でも聞いたとこによると全然危なくないらしいです賑やかな街らしいですそれはひと安心あマクドやマクドは英語でマクダーナーズですからねマクナルドじゃ通じないですよ誰にも僕昔ずっとマクナルドってずっと連行してて誰にも通じたことなかったっすでマクゴナガルって聞かれていやそれハリー・ポッターの先生とか言ってました はい渋谷センター街の壁画があるお寿司屋さんに来ました右下見た右下チョコ寿司ですよチョコ寿司でもこのお寿司屋さんねマジでお世辞抜きでサーモンだけ美味しかったっすこれ食べ放題なんでもうサーモン一点集中で食べまくってそしたら店主さんの,あの握るスピードがどんどん速くなってきて僕はそれを見ながら楽しんで食べてましたどうですかこのサーモン色鮮やかで美味しそうでしょここねサーモンだけは本当に美味しいんですよ でで目のののの前にいるのがアルゼンチンチチ人の僕のコーチですいや醤油入れすぎやろこれメダカ買えるぐらい入れてるからなうそやろつかんなつかんなってえ銭湯か湯船使ってるおっさんに見えてきてんけどおいおいちょっと待って尺が足りん尺,尺が足りん待って。